私たちのビーコンバンというものを去年から立ち上げてやらせてもらってるんですけども、今日はその全体像とか使い方とか、あとはあまりこう一般的にはお伝えできないような実際のこう分析例とかもありますので、ちょっとお話をさせてもらいたいなというふうに思っております。ウネリーという会社は2015年去年の8月に作った会社なんですが、ウネリーというのはこう、うねりっていう意味合いもあるんですが、ウネリングウネリングっていう英語がありまして、これアンエラーという意味ですね。エラーのないという意味です。なのでそれ、アンエラーリングブレインビッグブレインということで、データ分析をという意味にしてまして、お客さんの脳をクラウドにシミュレーションするっていうことを最終的な目標としている会社でございます。脳ってですね、皆さんご存知か分からないんですけど、人間の行動のうちこう意識的にやってる行動って実は 5% ぐらいしかないんです。今日どんなジュースを買おうかとか、今日どうやって駅に行こうかとかって、あんまりこう、考えて行動してないんです、人間。95% は無意識の行動らしいです。私たちが今トライしてるのは、この無意識の行動っていうものは、どういうふうに捉えて、それをどうやって分析できるのかみたいなことを毎日必死にやってます。その一つの手段が、実はビーコンバンクという流れになってます。で、私と、あとは内島という2人の人間で作った会社でございまして、私はもともとですね、アメリカのミシガン大学という大学の研究所でデータ分析の研究員をやっておりまして、その時アメリカ中90年代ということもありまして、いわゆる IT バブル、ドットコムバブル全盛期です。ということで、当時はスマートフォンっていうものを、自分たちで作って、展開をしていたということをやっておりました。私たちはスマートフォンってことは私たちは作ったと思ってるんですけども、多分ノキアさんとかそれはまた別の方が、自分たちでスマートフォンという名前を付けているというと、ちょうど97年とかそんなところですね。で、その後コンサルティングの仕事をやっておりまして、モバイル関連でいうとサイバードというコンテンツの会社で、責任者をやっておりまして、2008年に、アナログ12という会社を自分で創業してやらせてもらっていました。で、その中の一部門を独立させたのがウネリーという会社でございます。内島はもう一人おりますけれども、今、社長おりますが、彼も同僚で、その仲間とも作ったのが、ウネリーということでございます。で、彼はこの日本アナログ会の副理事長ともさせていただいております。で、ここだけ話して終わりますけれども、ビーコンにつきましては今日話させてもらいますが、ビーコンってなかなかこう皆さん、使い方がですね、今日いらっしゃる方はもう十分ご存知の方多いんですけれども、世の中一般的にビーコンってどう使うのかってなかなか分かんないということもありますので、そのビーコンのプランニング、使い方のプランニングと、プラットフォームの提供と、あと分析、ここ3密体としてご提供するということをやっております。で、そういうものを、世の中のその先進的なお客様にご導入いただいて、それを分析していって、またサービスにフィードバックしていくということをずっとぐるぐるやらせていただいている会社でございます。具体的にはということで、コカ・コラさんとか、キムさんとか、あと、AA さんとか、あと NTT データさんですね。大体そういうところを中心に、今このビーコンバークという事業推進をさせていただいております。はい。じゃあ、早速中身に入りますけども、ビーコンバークとは、ということで、言いますと、これはご存知の通りだと思いますが、私たち見てるのは別に i ビーコンだけ見てるわけではなくて、エディソンとか、あと今、ちょうど、もう一つのトラックでやってるプロジェクト、リンクですね。ここまで含めたものをビーコンというふうに捉えています。現時点2016年の3月時点ではほとんどが IT となってますけども、エディソンとリンキングも含めたものはビーコンバンクの対象のビーコンというふうに思っています。で、これは EU、ヨーロッパの例ですけども、2019年までに6000万台のビーコンが出荷されると。で、アメリカも同様の数字が出てますので、日本の数字の予測ってまだまだないんですが、何百万個とか1000万個ぐらいはいくんじゃないかというふうに言われています。で、私たちはその200万個をうまく管理していくということを目指してやっております。で、ここからは皆さんご存知の範囲が非常に多いと思いますが、ビーコンの実証実験になるものって世の中にも散々行われてましたし、多分皆さんもやられたことがあるものがあると思います。ただ、結構こう打ち上げ花火にドンドンドンってやってですね、結果どうだったんですかって言われると、なんかこう微妙な結果ですみたいなところが多かったんじゃないかなというふうに思います。で、それは何でなんだろうってことを僕たちも当然実証実験やった結果、分かったんですが、それはビーコンを各社さんが個別に設置して、個別にアプリ作って、少ないユーザーさんで試したら、それはいい結果出るわけないわけです。
だから私たちが考えたのは、個別のアプリと個別の各社さんがビーコンを作る、設置するじゃなくて、それでやればいいんですけど、そうじゃなくてそれを相互に流通させようっていうのが発想の根本です。そうすると例えばですけど、デパートアプリ、上に書いてあるデパートアプリ、どこでもいいです、パルコさんみたいな、今ビーコンいろいろやってるパルコさんのアプリが、例えば他の提携の飲食店とかのビーコンとも反応することができたりということができるようになるわけです。なのでこうビーコンを総合流通させることによって、最終的にですね、200万個ぐらいのビーコンを登録していきたいなという内容になっています。で、早速なんですけども、実際こういうふうに使えますという画面の例をお見せした方が多分皆さんは早いと思いますので、ちょっとこれも見てきました。これはビーコンバンド .jp というサイトがもうすでにありますので、ちょっと今3月の時点では最終リリース待ちになってますので、今この瞬間閉じてますが、もうすぐは会員登録はできるように もう一回元に戻します。現時点で登録されているビーコンが、2448件、大体どんなところにあるかといいます と、今主にこう東京中心ではありますが、まあ、結構たくさん増えていきました。皇居の周りダダダダッとこうありました。あと豊洲、門前仲町、恵比寿、表参道結構あります。あと新宿、池袋とかっていうと、まあ、主要な町のあたりでもすでにビーコンがたくさんあるというところです。で、これ登録していただくとですね、どんなことができるかというと、まあ、管理画面こんな感じになってまして、でアプリを、まあ、皆さんがアプリ作るときにアプリで登録してもらって、でそれアクセスキーが、API キーが出ますので、この API キーを皆さんのアプリに登録してもらえれば、もうそれで基本的には使えます。であとは、それぞれでビーコン設定というのがあって、どのビーコンを使えますかっていうのを選択できるようになっています。でこれでもうこれすでにこのアプリで使うと宣言しているビーコンなんですけど、利用ビーコン追加っていうことになります。でそれをそうするとこう地図上でですね、今ビーコンバンクに登録されているビーコンが全部ありますの でここで例えばですけど、これどうかね、多分 AU さんのすぐ近くなんですが、まあ、KDDI さんのすぐ近くなんですけど、このビーコンを利用すると、で利用するときに、まあ、ビーコンをイメディエートで使いたいのか、ニアなのか、ファンなのかとか、でその名前は何にしますかみたいなことをここで選択することができて、このビーコンを利用するとやると、まあ、これでもう登録しました。でここで終わりになります。で、戻っていただいて、でこのビーコンに、例えばですけど、プッシュ配信をしたいという場合、例えばどんなコンテンツを紐付けますかというときに、まあ、もうすでにちょっと登録してあるんですけど、100円クーポン配布中というふうになっていますので、まあ、いわゆるそのプッシュ配信のメッセージとか、サムネイルの画像とか、あとそこでどんなテキストを出したいんですかみたいなことは登録できて、で属性の指定とかも一応できるようになっています。性別だったりとか、年齢だったりとか、地域だったり。そして、どのビーコンで配信するんですかっていうふうにここで選択できるようになります。で、一つはユニークな特徴が私たちありまして、このコンバージョンビーコンっていうのはちょっと用意してますね。ウェブの世界ってコンバージョンっていう概念があるじゃないですか。要は EC サイトで物を買ってくれた人とか、これコンバージョンって呼んだりします。で、ビーコンバンクっていうのは世の中で何百万個でビーコンを巻く世界に今考えてますので、ここに来てくれた人っていうのを、望ましい行動をしたというふうに決めると、要はここに来た人をコンバージョンしたって決めるっていうこと。でそういうのがコンバージョンビーコンで、コンテンツを配信するとかは別でもいい、コンテンツを配信するビーコンとコンバージョンビーコンをちょっと分けてます。でこれちょっと後で分析的にはとても重要になりますので、はい、すみません、はい、で、なりますので、これちょっと後でまた対応したいと思います。で、これで一応コンテンツを登録したという形で、この後、実際こうコンテンツを配信していきます。まあ、例えばですけども、これうち のサンプルアプリでアルビビオンというのがあるんですけど、まあ、例えばあるところのビーコンに触れましたと、ってなると、まあ、実際こうやって配信が配信できまして、でこれで表示ってやると、まあ、実際そのページに飛んで、まあ、先ほど の100円クーポン配布中というクーポンが出ます。で、まあ、これタップしてもらうと、ランニングページみたいなものができていて、これをここにすればいいですよというところまではもうサンプルアプリでできたりしてますので、まあ、これは皆さんの結構は簡単にご利用いただけるという状態にはなっています。でこういうものをご提供してまして、そうするとですね、非常なこう分析系ですね、まあ、どういう分析ができるのかというところなんですけど、いわゆる簡単なヒートマップみたいなもの、これは多分他のビーコンの会社さんでもいろいろあるんですが、
うちの場合はビーコンは全てのビーコンとうまく反応していきますので、今ちょっとこれ飯田橋の実証実験の例なんですけど、今ここでしか反応してませんが、もし他のところにこの人歩いていったら全部の反応して、ヒートマップみたいなものができていきます。あとは、時系列分析っていうのも、これは、どのビーコンとこう何回反応したのかみたいなところですね、っていうのが、実証時系列と言います。これは1時間刻みで見たければ分かるんですね、こういうふうに見たりする。これ一応ビーコンごとに一応設定ができ見ることができます。あとは、ヒント分析っていうのは各ユーザーさんが どれぐらいこの何回訪問したかというところですね。まず10回の人が6人いますよとかっていう、これもシンプルな話です。で、大事なのはここなんですけど、コンテンツ配信分析なんですけど、さっき、コンテンツの配信のやつとコンバージョンビーコンで分けました。でそうするとここでコンテンツを配信した人っていうのは何人いたのか、でこれオープンしたのが赤の線なんですけど、オープンした人が何人いて、そして最後この人がこの望ましいお店に行ってくれたとかっていうコンバージョンの数がここで出ます。なんで100人に配信した結果開封率が3割ぐらいあって、そして実際に10人訪問したみたいな、ウェブの世界でよくありますよね、広告配信してで何人クリックしてくれて何人コンバージョンしたというのと極めて近いものをここでは提供しています。でこういうのができるのは世の中に何百万個のビーコン巻いて巻く世界しか多分できないと思うので、一つ特徴として挙げさせてもらっています。で最後に分析に1個のもう1個の特徴的なものがコード分析というのがあるんですけども、これこれちょっと板橋の例なんですが、これ、カフェドクリエ、この板橋のカフェ、 のカフェドクリエっていうものをここを起点にしたとした場合、ここに行った人って言いますよね。ここに行った人っていうのは何分前どこにいるのかっていう分布が分かるということです。ここに行った人っていうのは、例えば1時の人もいれば1時15分の人もいれば2時15分の人もいる。ここに行く時間帯バラバラなんですけど、その10分前、20分前、30分前どこにいるんですかっていうのが、分かっています。でこれちょっと時間軸で再生できますので、ちょっと見てください。ここの真ん中のここのカフェドクレに行くという人の分布のイメージです。最初はなんか飯田橋とかこっちから集まって実際ここにたどり着いて、で20分、30分後にこうバラキャリ行ったり、実際お店に滞留してたりとかでしていきます。でこれは何がいいかっていうと、だったらもう結局みんな飯田橋の駅から来るねとか、あとこちらこれAU さん、KDDA さんなんですけど、こっちから来るねってことが分かれば、例えば今結構看板とか出してますよね。実際こう道に置いてある看板とか、をもうこことここだけに絞っちゃえばいいんじゃないかとかっていうふうに、することもできますし、もちろん副次配信とかもできるようになるということです。今こんな感じでツールをご提供をしていまして、でまとめますと、これまでのいわゆるそのビーコンの SDK とかビーコンのソリューションという中にいっぱいあるんですけど、それと何が違うのかというと、これまでは買って、自社拠点に設置をする、そして、ビーコンソリューションを良いものを選定して買っていただいて、専用アプリを作って、ビーコンごとに都市配信をして、そしてデータをダウンロードして分析するみたいなっていうのが一連の流れだったと思うんですが、私たちがやろうとしているのはもう別にビーコンは最悪買う必要がなくてですか、だんだんうちのものから使ってくれるだけで結構です。なので1時からビーコンを選ぶだけ。そしてソリューションそのものは実は今回無料でご提供しています。なのでビーコンの SDK とか管理ツールとかっていうものは全部無料でご提供します。でテンプレートから今のツールアプリを作って顧客に配布し、そして不支配信については、じゃあ実際200万個のビーコンあったらどのビーコンで何の配信したらいいのかって手作業では限界がありますよね。なので、まだ完全にはできてないんですけど、そこの配信のところも自動化をするように今、研究開発を進めています。そしていわゆるその分析系の機能でいうと、特にコードとかコンバージョンというところに特化した分析機能ということをご提供しているというところが大きな違いになります。でビコンバックでできることっていうのをもう少し、シンプルに言うと、要は自分が設置してないビーコンでも情報配信ができたりとか、あとログ分析ができるということ、そして、そのビコンの SDK とか管理ツールは無料でご提供して、その代わりなんですけども、自社のビーコンを登録すると、他の会社さんのアプリが使われた場合ですね、皆さんが設置したビーコンにお金が入るということです。
まあ、逆を言うとですけど、他社さんのビーコンを使うときにお金が発生するようなビーコンもあるということです。現時点ではですね、ほとんどが無料のビーコンになっています。ただ、これからですね、有料のビーコンがどんどん増えていくという世界になります。なので、ソリューションは無料なんですけど、他社さんのビーコンを使うときに若干お金がかかるというところです。そして、結局機能としましては、サンプルアプリと、いわゆる SDK、そして管理ツール、そして管理系のクラウドというのは基本的に用意しています。これ多分他社さんのものとそんなに変わらないというふうに思います。はい。で、じゃあなんでこんなことをやるのかということですけど、世の中、なんですかね、これエリアマーケティングと呼ばれる世界があって、いわゆる交通広告、屋外広告、チラシとかダイレクトメールと呼ばれるもの。これ 2.2 兆円もお金動いてるんですよ。毎年。毎年、ね。で、これって、でも屋外広告とか看板とかって、本当に意味あるんですかっていう。絶対これ分析できないですよ。なので、ここで 2.2 兆円、今、小売さんとかはもうこれみんなやめたいと思ってます。なので、こういうビーコンバンクみたいなことを、無料で提供することによって、本当にこの看板意味あるんですかとか、みたいなことを分析としてご利用いただいている方がとても多いです。で、私たちがやりたいのは、この看板のところを、ビーコンに置き換えていく世界を作りたいなと思ってるんですけど、いわゆるそのデジタルサイネージで50万から100万、50万から何百万くると。これを世の中の看板全部置き換えると無理ですよね。そして、GPS。GPS は、非常に0円でいいんですけど、バッテリーの問題があったりとか、屋外しか使えないという問題があったりとか、一応制度の問題がある。そして、NFC に至ってこう車輪でやんなきゃいけないという問題がある中、ビーコンは、そのあたりうまく解決されてるんですけども、やっぱり問題は1箇所ですよ、ね。1箇所が100箇所しかなければ、それは効果がないに決まっている。なので私たちのこのビーコンバンクではこの設置箇所っていうところを最大の問題を解決したいなというふうに思っています。なので世界中のビーコン200万個使ってですね、リアルワールドのデジタル看板インフラみたいなものを作っていきたいなというふうに思っています。例えばここでハッピーアワーですから始まりますといったり、駅前スーパーで特売中ですとか、タイムスタンプキャンペーン実施中ですみたいなところがもうバンクという中の看板がうちに乗り換えていただきたいなということを今目指してやっています。で、もう一回ちょっと使い方みたいなところを振り返っていきますと、まずこう地図から見ていくと、地図からということで、今、2448個あるんですが、ソリューションの無償提供をする代わりに、そのビーコンの総合利用してくださいと。皆さんが登録されたものは、ご提供くださいということをやっています。で、ちょうど今、2448個というところです。で、今年ですね、特に自動販売機が、もうこれコカ・コーラさんが発表されてますが、14万箇所。自動販売機に Bluetooth のデバイスをつけていくとか、っていうのがありますし、あと他の飲料メーカーさんも結構やっていきます。なので特に今年の私たちが目指しているターゲットは自動販売機ですっていうところのビーコンをどう使えるのかっていうのと、今大型の提携を進めているのと、あとスマートシティ、これは東京オリンピックに向けたスマートシティ系のプロジェクトがたくさん走ってますので、今いくつかの会社さんとここ参画してやっています。あと交通系とかっていうところです。これで200万を目指していきたいなというところです。先ほどお見せしたように、今だと皇居の周辺がワーク多くて、あと池袋、渋谷とか主要な駅、そして湾岸系のところが結構今ビーコンがたくさん設置されているというところです。これで大体2448個です。で、ソリューションにつきましては、今ほとんどの機能は無償でご提供しています。なので SDK とか管理ツールとか、今だとほとんどのビーコンは無償でご提供していますが、高度なサービス業、例えばですけど、皆さんが設置したビーコンありますよね。皆さんが設置したビーコンも他社には使われたくないっていうのがあるはずなんです。それ場合はじゃあ3万円かかります。皆さんが設置したビーコンを他の会社に使われたくない。あと高度な分析としてログ分析の期間をもっと長くしたいとか、生ログダウンロードしたいという部分に10万円とか、あと有料ビーコンを使う場合、他社さんの有料ビーコンを使う場合には大体1配信5円ぐらいのイメージ。ただこれは重量性じゃなくて固定金額みたいなものもあったりします。なのでイメージこんな感じなんです。広告主っていうか、ビーコンを使いたい人から500円5円いただいて、拠点に2円、モバイルアプリに2円返すで、うちは 20% 取りますというのがビーコンマークの基本的なビジネスモデルになります。で、5円ってどうなんですかって話だけ聞かれるんですけど、だいたいクリック率から考えると、開封率ですね、だいたい 20% ぐらいです平均とすると、リスティング広告、いわゆる検索連動広告ですね、 Google や Yahoo のとすると、リスティング広告換算で25円ぐらいになるんです。
で普通のリスニング広告ってだいたい50円ぐらいの簡単に一般的な数字になっていると思いますので、クリックターンとかそうするとだいたい半額程度で、同じような広告が出るという。でさらに地図でピンポイントになってますので、簡単な効果が高いんじゃないかなというふうにご評価いただいています。で、あの仮になんですけど、こういう世界があったとすると、さっき 2.2 兆円っていうのがありましたけど、結構でかくですね、計算すると。あの200万箇所で1日50プッシュ出して365日で1配信なんか5円ってことですね。大体世の中の事業規模として2000億弱ぐらいの結構でかい市場があるんですね。でさっき 2.2 兆円の看板市場から2000億円ぐらいの、このデジタル看板市場にちょっと変えていきたいなというのが私たちが今考えているところです。あのテンプレートのところによっては、まあ、ちょっといくつかテンプレートあるんですけども、あの先ほどご紹介したようなプッシュが出て、クーポン一覧が出て、そしてあの詳細のクーポンが出るみたいなところ、まあ、ここまでの、サンプルアプリはあったりしますので、まあ、比較的簡単に作れますというところです。あとプッシュの配信の自動化なんですけど、もしですけど200万ビーコンでみんなが個別に、プッシュに設定し始めたらどんな世界になるかというと、私が1日に受け取るプッシュの量がダダダダダって増えちゃうんですね。で結果的にみんな不幸になるっていう問題が必ず発生するし、もう今すでに起きてると思うんですね。でそういうのはやっぱりやめたいということで、私たちはもともと脳を作りたいということがベースになってましたので、皆さんが設定したもののうち、本当にこのユーザーさんの行動ログとかタイミングとか、その場所とかに合わせて本当に必要なメッセージは何ですか、1人1日1通しか受け取らないっていうことを前提にした、メッセージの絞り込みロジックというものを今作ってやっています。まあ、どんな裏側がちょっとあんまり言えないんですけど、どんな感じでやってるかっていうのはこんな感じです。あの基本情報としては、あの顧客のプロファイルとか環境情報とか、あとまあ過去のプッシュ配信ログとかを使って、そのユーザー個別のその最適メッセージっていうものを、まあ、今は機械学習のまだ初歩の段階ではあるんですけど、を使って、これが一番確率が高いこと、でそしてそれを配信する。それまたフィードバックにしていくっていうのを AB テストを繰り返してやっていく、基本的な取り組みだと。またあの今だとですね、あのランダムフォレストっていう決定義ですね、データマイニングの世界で決定義、ここまで組み合わせたロジックとして、今どういうメッセージだったらどういう属性の人、どういう行動した人がだったら、回復するとかっていうのは過去のデータからあの決定義の分析によって取れたりしますので。まあ、例えばこれだと購入率 89% ですよ。例えば、ビーコン反応、最終反応から2時間以内で何々商品を購入した時があって、ビーコンどこ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 と反応利益がある人、これは 89% でクーポンを使ったと言っているというデータがあれば、まあ、そういうものを決定的にして、自動化をしていくということを今はやっています。でそうしますと、これは あるそのファニチャーショップの例なんですけど、通常のメルマガだと大体開封率 15%、クリックコンバージョン率が大体 0.何%ということなんですけど、まあ、ビーコンバンクとかだと実験のレータでやっぱ結構でかくてですね、コンバージョン率が 20% ぐらいの例でも出てきたりしています。で、まあ、最終的にはあのブレインエンジンとしては、みんながプッシュ配信を出した結果、今最適メッセージ配信しか今考えてないんですけど、あの購入確率とか、あとこの人のその感情判定とかっていうことも合わせてやっていきたいな、これ将来的なんですけど、ということを考えています。でそれで、皆さんのプッシュ出してもらって、それ戻していく、こんなルーパーを回していきたいなというふうに思っています。あとはあの効果的な分析ということで、これちょっと先ほどご紹介したので今日はあの割愛しますけど、ある地点を訪問した人のこの時間軸の流れで行動分析ができたりとか、あと先ほどのヒートマップとか反応率推移とか、コンバージョン分析みたいなことができたりするということです。で特徴として、技術的な特徴ということも重要だと思いますので、お話をさせてもらうと、このビーコンって多分今日は開発系の方もたくさんいらっしゃると思うので、お話すると UUID とメジャーマイナーって3つありますよ、特に i ビーコンであれば。でそれをアプリに登録してもらって、それと反応するという仕組みになっていると思いますが、ビーコンバンクの場合は UUID がうぞうむぞうあると。で問題は特に iOS の方はUID って最大20個までしか登録できないんですね。なので20個のバンクではビーコンバンクでは反応できない UID が出てきてしまうということです。なので、私たち一応数百万個のビーコンとリアルタイムで反応できるその技術っていうものを一応開発して、今特許申請をしています。あのイメージとしてはですけど、今私がいるこの位置情報の近くに20個ビーコン
コンがどれがあるんですかってことを常に取得するということをやり続ける。シンプルな話なんですけど、じゃあそのために GPS ずっとバックグラウンドで動かすんですかっていうと、これはまた iOS のアップストアで申請取んないんで、なんで GPS をできる限り使わず、いろんな手法を組み合わせることによって常に私の身の回りにある10個の UI を取り続けるということを繰り返したような SDK と管理システムの提供をやっています。でこれは技術特許の申請を今していまして、どうしても認められるかなというふうに思っています。あともう一個大事なことが、ビーコンの UID とかメジャーとかマイナー値を登録いただきます。登録いただいたものを他社に公開していいかというとダメなわけです。どこにどの UID があるかというのが分かっちゃうのはよろしくないので、ビーコンバグに登録してもらったものは UID、メジャー、マイナーも全部マスキングします。で全然別の ID 体系にして、うちの SDK を使っている分にはその UID とか利用者は全く知る必要がないというような形にしています。で実際どんな例があるかというところなんですけど、いわゆる小売りさんです。はい、池谷さんには小売りさんがあって、この近隣のとこと提携して、ちょっとビーコンを置いてもらってですね、市役所だったら市役所でどうか、あと他の小売チェーンで買うと 5% オフですよみたいなものをプしてきて、池谷に来てくれる。こんなことを今やっています。そうすると、結局どこから来たのかっていうのがよくわかるわけです。この赤い点のところからよく来たっていうのがわかるので、だったらここ看板出しましょうかとか、他のところ全部もうチラシ配布やめて、ここだけでチラシ配りましょうかというふうに、やるということです。例えば IKEA さんの船橋だけでも年間の販促費5億円くらい使っているわけです。だから看板を見直すだけで相当大きな投資対効果が得られるというのが、この狙いですね。あとはいろんなニュースアプリ、うちだと講談社さんのゴージェットになってるんですけども、ニュースアプリってこんな風にも不写真いっぱいあるじゃないですか。でこうやって朝とか夕方混み合うんですよ。なんかみんな5分ずつぐらいずらしたりするんですけど、それは結局電車に乗るっていう時のタイミングに出したいからです。あとうちだとビーコンが駅に置いてあるビーコンとかがあるので、その駅に置いてあるビーコンで反応させてあげると結構クリック率が上がったりするケースもあったりします。あとこれはマリノシティっていう福岡のマリノシティでやったようなキャンペーンですけど、これはショッピングモールの中だけのキャンペーンだったんですけど、それでもやっぱ参加率が非常に高くて、高かったなというふうに思います。あとちょっとビーコンバンクから離れますけども、今ちょうどやったのが東京海上日動さんが3万個のビーコンですね、配って、今ちょうど配ってですね、もし皆さんが保険会社が自動車会社の保険会社が自動車の保険会社が東京会社だったら代理店にお問い合わせいただくと、もしかしたらもらえるかもしれません。このビーコンを今配っています。このビーコンはパイネアさんとアプリクさんが作っていただいてるんですけど、このビーコンを配って車に置いてきます。で、私が、このスマホを持って車に乗ると何が起こるかというと、ビーコンの反応します。プッシュは来ないんです。乗りましたねってプッシュだけが来るんですけど、私が車でガンって事故った時に、このスマホの加速度センサーがずっと動いていて、車に乗ってビーコンの反応してる時だけ加速度センサーが動いていて、で、事故ったっていうことで特定してコールセンターに送ってる。結構シンプルなんですけど、意外とこれ気に入っていただいてるサービスがあって、ただ、ちょっとこれさんやりたいのはそこだけやりたいんじゃなくて、さらに見守りとか、あとテレマティクス保険って乗った分だけ、で保険料決まるみたいな、そういうものをスマホ使ってやろうっていうサービスが、もう実際アメリカではメトロマイルって会社でもやってまして、そういうものを東京版というか東京海上版作るということをもう一度やらせてで、実際にですね、分析ってどんな風にやるんですかっていうところもちょっと最後にご紹介して終わりたいと思います。ここからはあまり実際生々の数字があって、私一応公開していいということなので、お伝えしますが、一応生々の数字があります。マリノシティという福岡の最大のショッピングモールがあります。でそこで、いわゆるそのクーポン系のアプリを出しています。で、大体ですね、2ヶ月で2万ダウンロードぐらい。で、このダウンロードのさせ方がとても重要なんですけど、2万ダウンロードぐらいで、マリノシティっていうお客さんだったらこれ結構十分な、数字になっています。で、大事なのは、ほとんどの方がおっしゃるのは Bluetooth のオン率ですよ。まずは。で、Bluetooth のオン率は大体マリノシティの場合は6割。もうちょっとうまくいくと7割くらいいきます。
でも世の中一般の Bluetooth 音率って大体 15% とか 20% ぐらいなんですよ。で、まあ、誤解があって、Bluetooth をオンにするともうバッテリーたくさん食うぞみたいな誤解があって、皆さんオフにするんですけど、もう今だったらこの画面立ち上げて Bluetooth をオフにする方がむしろ電池食うわけですね。まあ、そうじゃない、これは大事なことは、インストールさせるときに、人でというか、人が立っていて、今クーパーアプリやってます、ダウンロードしてくださいとか、っていうことをやり続けるときに、Bluetooth をオンにしておいていただかないとクーポン出ませんよって一言言うだけで、6割もらう。なので、ビーコン系のサービスやるときに、意外と大事なのは、アナログ的なところっていうのはすごく大事だったりしますね。で、実際あとこれが、そうですね、これは、シャツとスーツの人たちで、スーツを買った人たちに、シャツのとこに誘導するみたいなことをやってるんですけど、そうするとですね、大体開封率5割ぐらいで、買った人 10% ぐらいの効果はあったりします。だからスーツ買った人の 10% ぐらいがシャツに誘導されるんですけど、もしですね、普通のクーポン出しちゃうと、開封率が3割で、利用率が 3% 切っちゃうということもあります。いわゆるその、買った瞬間とかにプッシュ出したりすると、それが3倍ぐらいの効果になるというのもあったりします。あと、これはフランフランさんでやったやつなんですけど、プッシュ配信なしで、これまで、はい、プッシュ配信なしで、初売りですね、1月1日の福袋タイムの初売りをやったときに、プッシュ配信なしのクーポンだと、ほとんど開封されないし、利用もされないんですけど、ちょうどその、いろんなところで配信したりすると、大体開封率 70% で、利用率が、利用率ってことは、イコール購入したってことですよ。イコール購入したんだけど、クーポンの利用率イコール購入になりますね。買った人は 24% ぐらい、いや非常に大きな数字があったりします。なので、ビーコンプッシュっていうのは、うまく使えばですね、これぐらいの数字が出るっていうのはあり得るということですね。あとよ、どんなところのお店でよく使ったのかっていうと、先ほどのそのキャンペーン、宝探しキャンペーンみたいなものは、これネタちょっと振り切れちゃってるんですけど、これが大体 30% ぐらい。で、クーポンの利用率でいうと、平均的に言うと、ギャップさんとか、ゲーセンとかですね、靴下屋さんとか、クリスティークリームとか、だいたいこういうところが、比較的日用品に近いところですよね。というところの利用率が多かったかな、ということです。で、あと、これが最後になるんですけど、行動分析の枠組みとして、私たちがいつも分析している例をちょっとお伝えするのは、クーポン、いわゆる買った人ですね。クーポン使う。つまり買った人。が共通的に取る行動って何ですか？クーポン高いクーポン利用率の人たちが共通的に訪れるお店、共通的に行動するものって何ですかっていうのが一つ。もう一個がある特定の店舗に来た人のうち、このルートを通った人とこのルートを通った人で何かわからないんですけど相当利用率が違う。毎回違うんです。大体この2つの枠組みで分析をすることが多いです。ちょっと実際の例で言いますと。クーポンの利用率が高い人の共通の行動特性として、一つの例としてこれ左と右で道を挟んでます。でここで1回で2回というふうに分かれています。で最も重要共通特性がクーポンの利用率が高かった人はこっちとこっちの両方行った、つまり1回と2回をまたがりかつ道を渡るっていうのがどうやらとてもこのクーポン利用率に影響する。もし渡っていくと 42.3% ぐらいですか。で何もしないと 16% ぐらいなので 2.5 倍ぐらいの違いがあったりします。でこれマリナーさんがずっと言ってたんですけど、とにかく道を渡らせたいってずっと言ってたんです。で私なんでか分からなかったんですけど、なんか道を渡らせると買う気がするとでなんか言ってたんです。なんでなんだろうと思ったらやっぱそうだった、ね、なるほどなと思いました。ただこっちよりもこっちの分析の方が非常に面白かったんですけど、これは最後のこの176番という場所がこれクリスピークリームドーナツなんです。ドーナツ屋さんです。ドーナツ屋さんに来た人のうち何にも経路を特定しないと大体この購入率 1.6% なんです。でもある特定の行動をする、ここで言うとこの赤の線、ピンクと赤の線を通った人は大体 25% ぐらいの確率で買うんです。ちなみに統計的には一応有意な数字です。むしゃくしゃ数少ないとかいうことじゃなくて統計的には有意な数字です。なので、
このお店は何なのかっていうのは、まあ、いろいろ調べても多分疲れたからとか、そういうレベルなのかもしれないんですけど、でもこの赤の線を通ると 25%、 この緑の線を通ると 21%、 この青の線になると 15% というふうに落ちていきます。ということは、このクリスピークリームというお店に来た人、闇雲にプッシュ打ってもしょうがない。この赤の線を通った人っていうところを中心に打っていくと、一人当たりが受け取るプッシュの量も減るし、全体的には最適化されるということを、あの裏側の分析にいてこうずっと動かしながら、プッシュの最適配置も今やっているということです。はい、あのこれであの分析とかも全部お伝えをしましたが、ちょうど今ビーコンバンクスというものは2500個弱のビーコンがあって、 SDK ももう出来上がってまして、今からですね、あのベータテスターの募集を行っています。ちょうど来週、再来週ぐらいから開始する予定なんですけども、そのベータテスターはですね、あの期間限定で有料サービスを無料利用できる、まあ、他社のビーコンを使う時でも無料にできますし、あと、3万円のプレミアム機能とかも、一定期間無償利用できますので、今日あの開発者の方が結構多くいらっしゃるということなので、あのこの後ですね、もし召し交換いただけるようであれば、あのその後ベータテスターとして登録をさせていただきますし、もしあの名称持ちがない方がいらっしゃれば、あのここにですね、あの紙をご用意しますので、お名前とメールアドレスをご所属の名前書いていただければ、あのベータテスターとしてあのすぐに登録をさせていただきたいなというふうに思っております。あのとにかく会社の皆さんがいろんなこう利用をですねしていただいて、初めて成り立つものになりますので、どんどんいろんなビーコンどん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 利用していただいて、面白いものを出していただきたいなというふうに思っております。で最終的に、2020ですね、あの東京を世界一最先端のリアルフィーナーをしていきたいなと思ってまして、でそのノウハウをどんどんアジアのスマート市に展開していきたいというふうに思っております。まあ、実際いくつかもうあのタイとかですね、ベトナムの方でこのビーコンバンクの一部のトライを使うみたいなことを行ってたりしますので、ぜひあの皆さんと一緒にですね、いいエコシステムを作っていきたいなというふうに思っております。以上になります。どうもありがとうございました。ご講演ありがとうございました。質問がある方は挙手お願いいたします。しなきゃダメなんですよ。あ、うちの SDK を入れていただければ、あ、うちの SDK がある入ってるアプリをインストールしていただく。あ、なるほど。ってことは、その利用しているアプリがどんどん増えていって、ユーザーが何かしらのそのアプリを入れていると、どっかから経由に届くか、そのアプリの物質通知という経由で来る。そうです、その通りです。はい、まあ、なんで基本は例えばですけども、パルコアプリ、パルコさんのアプリをインストールしたら、パルコさんが設定したメッセージが内信されます。あ、それはあの今までのです。ただし、今までのパルコさんアプリはパルコの中でしかビーコンプッシュができなかったんですけど、渋谷駅のビーコンとも反応できるようになる。今だと、例えば、もっと例えば地図系のアプリとか、あのお店に紐付かないアプリを作った場合ってどうなるのか。はい、お店に紐付かない場合は、例えばゲームとか、先ほどの私がお見せした、ニュース系のアプリとかだと、どこどこのお店じゃなくて、うん、そのアプリさんが配信したい情報をどこでも出せるようになるっていうことなんです。あ、なるほど、わかりました。あ、もういいですか。先ほどあの、他社に使われたくないみたいな話があったんですけれども、穴ってできる可能性はあるんですよ。ここだけ、いっぱいこう、ビーコンが、はい、配布されたときに、ここだけ取れないみたいな、はい、ことはあり得るんですよ。できます。はい。あり得ます。あれです。あり得ます。はい。ありがとうございます。はい。なので、まあ、できれば公開していただきたいんですけど、あのやっぱそうじゃないという理由は必ずあるので、そこは有用でございます。ありがとうございました。これ例えばアプリが10個とかになってきたら、10個 SDK が動いて、はい、それでどのぐらいまで動くんですか。だから10社のアプリ入れてたら、10個分だけそれがビーコン見るような形になると思うし、はい、50個だったら50個見ると思うんですけど、それがどのぐらいまでこれって動くことを試されているのか考えているのか。
あのストレステストみたいなものとしてはまだ数個ぐらいしか試してないんですが、あの、まあ、数十ってアプリじゃないですか、ごめんなさい、数個っていうアプリ、スポーツな人結局共有できないかなと思ってるんで、そうですね、あの技術的にできるってことは分かってるんですけど、あの実際試したかどうかっていうと、まあ、数個なっていうことなんです。はい、はい、それなんか知りたい、ありがとうございます。あのそれは同じあの課題としては持っていますので、はい、ありがとうございます。その通りです。適宜は共有をさせていただきます。他に質問ございますでしょうか。大ちゃんはその今の大学ビジネスモデル的に無人を置くとかいう話はならないような気がするんですけれども、そこら辺お考えですか。あのお店のあの私有地じゃなくて、はい、公共的なところに、はい、じゃあ誰はどう置くんだろうみたいな話になると思うんですけど、はい、あのどの省庁の管轄下にもよるんですけど、あの地方自治体の方とか、あと、まあ、国の観光庁の方からはお話しいただく際は、まあ、その所管している場所に置いたら何ができるのかっていうことは、うん、話をさせてもらってます。で、特にあのスマートシティの取り組みの中でいうと、まあ、今日本全国いろんな実証実験が行われているところだと公共の場所につけるということもやってます。ちょっとうちは日本国内じゃなくて、あの海外の方がメインになってお店側からするとそのメリットはまずないと、あの置くっていう流れにならないじゃないですか。はい、そうなった時に例えば御社からも強制的に配ってしまうみたいな話を考えられてる。あ、そうですね、あのうちの個別のレストランさんとかに1、2店舗しかないレストランさんにお話させていただくことはあんまりないんですけども、大きなチェーン店とか、あとその飲食店を取り求めているような会社さんありますよ、ジュナルさん、タメロさんとか、そういうところとの個別の提携はあの してます、ね、ありがとうございます。今、協議中の、はい、正確に協議中です。ありがとうございます。それでは最後にここへくださった内山秀俊さんに大きな拍手をお願いいたします。